今日うね、ちょっと残念なことあってさ、あのー、セレクションで取ったさ、結構期待してた選手が、急に音信不通になったんですよ。<laughs> も怪我して、でもまあ、怪我なかったら戻ってくるかなと思ったら、急に音信不通になって、多分もう、このままやめちゃうでしょうねみたいな。で,、ねまあ、でも、セレクション、多分全部で15人ぐらい取ったのかな。なんだけど、もう半分ぐらい減ってるんだけど。 そういろんな、まあ、まあ、それなんかドキュメントになるんでね。で、でその急に音信不通になった子が結構上手くて期待してたから、あ,あそっか、みたいな。で、ちょっとがっかりしたんだけど、今日さ、あのー、昔の自分が喋ってる動画とかをちょっと見る機会があって、それの中で、やっぱ人間性良くねえと伸びないみたいな話。あのー、人間性がいいっていうか、ちゃんと自分に矢印向けられて成長できる選手っていうのは、 それによってどんどんん伸びていく、まあ、富安とかがいか、かとがパターンで、その代表的なパターンだよってなると、まあ、急に音信不通で辞、まあ、めちゃうような子だったら、それがなかったってことだから、まあ、気にしなくていいんだろうな、みたいな。だ一瞬、あ残念だな、あの子、みたいな思ったけど、いや、でもまあ、それで、一言もなくて辞めちゃう子だったら、他のところでも辞めてたか、みたいなね。うん、っていうふうに思うことをしましたね。もうそれを強制できるっていうのは、僕、おごりだと思いますね。 大人になって1、2回の、1、2回練習で会うだけの関係。なんでかっていうと、川崎のスカウトですら、川崎フロンターレのスカウトですら人間性良くない選手は取らない。あんだけお金と環境と地位、名声、ステータス用意できて、それで変えれないんだよ。っていうか、そういう人間性の子たちの中に、ちょっとうまいからってそんな人入れれないっていう。でこれを僕みたいにそう、川崎ほどのものを用意できなくて、 そうレオザフットボールの人生一本でぶつかっていくだけで人を変えれるなんて思ったら、それは大間違いです。よくあるんですよね、なんかその、あ別に今言ってくれた人への説教師じゃないけど、監督を魔法使いだと思うみたいな。現象これはまあ、おしむさんも言ったけど、ね、世間って監督を魔法使いだと思うからっていう。で実際は、おしむさんもあの、ジェフ就任した当初、今ね、おしむチュードレって言ったら、羽生さんとかね、阿部勇樹とかいろいろ出てくるけど、あの時に切ってる選手ばんばんいるからね。うん てか、オシムさん、もともとのチームでもそういうことあって、それでちょっとあのこう自分的に答えたみたいなのをインタビューで話してますから、そう。しっかり、そういうところも、なんていうかその監督のまあ影の部分。だって、クロップもあんだけね、みんなファミリーだって言ってね、一緒にずっと歩いてきた感じだけど、クロップ就任した時の選手なんてほぼいないからね。で、練習不真面目だった選手、バンバン切るから、佐向だったりとか、ソランケだったりとか。だから、それはもう。 おごりなだしなんなら今ついてきてくれてる人間性自分に矢印向けれるような真面目な子たちに対して失礼だから,だからそこはまあそれ変えれなかった自分みたいなの風にそうなんかそれは自分に矢印向けてるようで実際はなんかこうスーパーマンになろうとしてるからそう空飛ぼうとしてるのと同じ無理なんだよっていう風に自分に言い聞かせるようにしてますよね。 「貫いた自分つかの間のキング」より。